こんにちは、即家塾の久保です。今回はアンチについて考えるということで、ノクさんの動画を拝見しました。概要欄にノクさんの動画を貼っときますけども、私のね、考えるアンチなんですけど、私もね、アンチをね、受けるようになってから思ったんですけども、あの、やっぱりね、アンチの方アンチの方なりによーく見てくだすって、本当のものを求めてるって方が多いと思うんですよ。一方的に人の権利や、それからね、 えー、活動を阻害したくてやってる人っていうのもいるんですけども実はこういう人ってのはごく少数でアンチの方ってのは必ず何かを探して何かに期待してそして細かいところまで吟味してすんでアンチがアンチなりの理屈を表現してくださった特に私とかお知らせくださった時にはまず思うのが誤解させて申し訳なかったなってことなんですよ。 で、私の伝え方も100%全ての人に届くわけではないんでそしてその中には誤解も含まれるんですよねで私のことを二次的三次的に評価したそういった人のサイトとか言葉を取り入れてその人が思考に至ったとしたらやっぱり発信源第一情報としての私の責任は逃れられないと思ってるんですよですんで誤解させて申し訳なかったですねってところから始まってそしてどのようにお伝えすればあの理解していただけるかなと で、必ずしも私の側果塾に賛同はしなくてもそういうものもあるんだねと自分は気に入らないけどねぐらいの個人的な感情に収まっていただければいいかなと思ってるんですよ。まあ、でもそれがね個人的な好き嫌いとかいるいらないじゃなくてなんかその側果塾は人を騙してるとかね久保哲郎はもともとインチキな人間だっていうふうな 完全なら風文によってしまうとそれはねやっぱ違うよってことは一通りお話していただかないといけないかなっていうこととあとはやっぱりね私の行動が足りてないんだと思うんですよねそういう時は常に原因は自分にあってどんな評価を受けようとその元つまりは火のないところに煙と言いますけどもどこかに煙がパワーっとね湧いてるとすると火の元があるはずなんですよでそのも火の元が自分自身にあるなというふうに捉えるようにはしてるんですよね だから感情的に、あ、それは違うよ。あんたはよく分かってないよ。この野郎、あの野郎とか、っていうことはなくてですね。あ、なるほど。そういうふうに見られちゃうところもあるんだなと。これはもう一つ成長の機会をいただいたな、改善の機会をいただいたなっていうふうに考えるようにしてますね。まあ、そうすることによって、アンチにどう対応するかっていうのが、多分、私の熟成さんも見てるんじゃないかなと思うんですよ。でね、えっ、ー、と、ある、うー、あのー、 エピソードがあるんで、ちょっと紹介したいと思います。えっ、ー、と、これは政党の話です。ある政党がね、最近出てきて、私も結構ね、あこういう考え方好きだなと思って、ずっとリサーチしていて、まあ、ともすれば応援するつもりで、えー、そこをね、拝見していたんですよ。ところがですね、そのある政党の、まあ、仮にこれはサって言いますよ。サ <laughs> っていう政党の、その、 公開演説会にファンの方が集まって盛り上がっているところに実はね一その方は「さん」っという政党とは違う仮に「N」っていう政党としておきますね。N」っていう政党の応援者の方で「N」っていう政党が「さん」っていう政党に、まあ、出した質問にちょっと答えてないよっていう趣旨のことに、まあ、その公開演説会で質問したんですよ。 まあそういういエピソードからですね、私はあこの3という政党はその程度のものかと思ったわけなんですよ。まあ、最終的にはたった1人でその3という政党の応援者の中に1人でねアウェイな状態で勇気を持って質問した方をみんなでやり込めるような形にして結局はそこで動画が切れているってことになってねなんか結局は多勢に無勢で、うん、なんかそのいわゆるね自民党が多数決で何でもかんでも。 強行採決しちゃうようなね独裁にもよるような形を真似してるんだなと思ったらまあ今の私の考え方に合わないなと思いましてねやっぱり応援するには至らなかったかなと思うんですよまあそういった形でどのように対応するかによってやっぱり客観的な評価っていうのは少しずつ決まっていくと思うんですよね、まあ、ですんでアンチに対してあくまでもよく分かってない人が誤解をもとに なんかわわーー言ってるっていうふうに突き放すんじゃなくて「あなるほどねと」とそういうふうに捉えられても,も無理ないよねとじゃあどのように自分の発信を強化していこうかなと学びにしていこうかなそういうふうに考えることといやそういうご指摘ありがとうございますとやっぱ私一人では気づけないこともありますよねっていうふうにしてアンチの方もねこう取り込めるようなアンチの方とも一緒に作っていけるような情報発信に。 していけないものかなという風にアクセンクトをしております。これからも皆さんご指導、ご丁寧なご鞭撻よろしくお願いします。まだね。校内編が治りきってないんで、喋りがね。ちょっとね。うまくいってないですね。い <laughs> ってらっしゃい。